社民党の大椿裕子副党首がツイッターを更新したとのことですが、そのとんでもないやばすぎる内容に国民がドン引きし大炎上しているようです。このとんでもないツイート内容や以前も綴った犯罪的なツイートなど、ネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。社民党の大椿裕子副党首が自身のツイッターを更新し、維新の会を攻撃するような好戦的な画像とともに、83121433年3月15日現在、命を守る政治を選択したいと綴りました。このツイートには200件を超える返信が寄せられており、活動家としては OK なんだろうけど、これから議員を目指す人としては最悪のセンス。このツイートを見て支持者以外の人が共感すると思ってるなら、間違いなく落選するわ。これは鉄橋？リベットからかなり古い構成構造物だと思いますが、おそらく公共物に貼られたビラだと思いますけど、公共物への落書きや貼り紙はやめよう。ならわかりますけど、こんなものを自らの主義主張として、平気で SNS へ画像を上げる神経がわかりません。などと批判的な意見が多く見られています。ニュースを深掘り。というわけで、社民党の大椿裕子副党首が、やばすぎる画像とともに、自身のツイッターを更新し、大炎上しているということでしたね。しかしながら、このツイートは、ヘイト的で、品性のかけらもなく、政治家を志す人としては終わってます。大椿副党首は、以前も、自身のツイッターで、煉獄コロアキ氏が、女子高生サポートセンターコラボについて綴った。二頭さんたちに肝イコールされた。普通に男性差別だと思う。キモいから歩けとか、キモいから足を止めるなとかすごかった。バスカフェに近づくなと言うけど、二頭さんは、たまにフラッと数時間活動して、どうしてそんなに偉そうなんですか？なんか違うと思うというツイートを引用し、コラボへの嫌がらせが続いている。日頃、様々な運動や支援活動の場で行動する女性たちが嫌がらせを繰り返す男たちとしっかり対峙。支援を必要とする女の子たちから支援を受ける機会を奪う妨害行為は許せない。男性差別と批判する前に、こういう行為がキモいと言われていることを自覚するべき、と綴っていました。大椿副党首は、一般ユーザーの言動に対し、キモいという表現を使っていますが、インターネット掲示板2チャンネル創設者のひろゆきこと西村ひろゆき氏が、そのツイートを引用し、キモいと内心で感じるのはいいと思います。ただ、他人にキモいと公言するのを許容するのは、キモいおばさんと公言する人も許容することになります。キモいおじさん、キモいおばさんと言い争うのは、マシな世界とは思えないオイラです。キモいは主観によるので、直せません。キモいといじめられる子が、何かを変えて、キモいと言われなくなることは、ほぼないです。キモいと他人に言わない社会にすべきだと思います。と発言しています。しかしながら、このキモいという表現、アホ、バカ、ブスなどといった残念ながら日常に溢れている表現と一緒で、実はこの言葉、SNS に書き込むと侮辱罪が成立すると法律で定められているようです。ある法律事務所のホームページでは、昨今、インターネット上で悪口を書かれて深く傷つき、自ら命を絶ってしまうという痛ましい事件が起こっているとして、こうした社会の流れを受けて、2022年7月7日、侮辱罪の法定刑が引き上げられ、より厳しく罰せられるようになったと記載されています。侮辱罪の成立要件として、
事実を指摘しない場合は侮辱罪、事実を指摘した場合は名誉毀損罪という住み分けになっているとし、例えば〇〇被害者名わけちと SNS に書くと侮辱罪にあたる可能性があります。他方で〇〇被害者名はお金があるのに給食代を払っていないと SNS に書くと名誉毀損罪にあたる可能性がありますと説明しており、また実際に不特定の人または大勢の人がその悪口を見たかどうかは関係がないとして、誰もが見ることができるインターネット上で悪口を書くと公然と侮辱したことになるとしています。またアホ、バカ、ブスといった言葉は侮辱に該当すると説明しています。例としてツイッターで〇〇被害者名はデブと書いた、これって侮辱罪にあたるかという問いに、侮辱罪にあたると指摘しています。この例になぞらえると、大椿氏が一般ユーザーに対してキモイと言われていることを自覚するべきと綴っていたり、二頭夢野氏がキモイを連発しているのは明らかに侮辱罪にあたりますね。侮辱罪の刑罰も2022年7月7日以降法定刑は引き上げられており、以前は短い期間身柄が拘束されるか少ないお金を払えば済むという刑でしたが、現在はより長く身柄が拘束される懲役刑、禁錮刑とよりたくさんお金を払わなければならない罰金刑が追加されています。大椿副党首、もう少し考えてから行動をしないと政治家になるより先に警察のご厄介になるかもしれませんね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あとチャンネル登録もぜひお願いします。さすがにやってることが子供以下、これ止めるやつ周りにいなかったのかよ。こんなんやってるから社民党の支持率は近眼の視力並みなんだろうよ。もしこれが社民党キルド、やったら気狂ったようにわめくやろ。マジでドン引き、怖すぎ。こんな人に投票できる人間も怖いわ。さすがにこのツイートでこの絵はあかんやろ。キルド、誹謗中傷がひどすぎる。自分らの主義主張のためなら民意も無視で対立してるからって最低限の敬意もなしか。そら衰退するわ。そして当選線はお前、拉致の北朝鮮を擁護し政権に就いたらあっさり自衛隊を合憲と手のひらを返し、戦時売春婦のデマ拡散で日韓に決定的な溝を作った社会党の残骸は程度の低いカルト。社民、立憲は維新を目の敵にするが、一時期の勢いが衰え、彼らの政治手法に疑問を呈する市民が増えたとはいえ、彼らがなぜ躍進できて、社民は議席を減らしたのか真摯に考えるべきで、批判一辺倒では、党勢の回復はおろか、存続も危ういだろう。マジで気持ち悪い。大した政策もなければ理念もないからこんなことでしかアピールできないって。だから一回も当選できないんじゃない。わら、議員でもないのに社民の副党首を名乗って恥ずかしくないの。わら、命はもちろんですが、こんな迷惑行為を肯定してるあなたに政治をしてほしくないです。呪いの荒人形みたいで不気味さすら感じる。こんなの政治でも何でもないだろう。仮にも議員を目指す者がこういう画像でアピールしちゃう危険性を理解できないならば、あなたは表舞台から引いた方がいいよ。こういう
怪文書的なイリーガルなものを危機としてツイートしちゃう高等の副投資としての良識を疑います。この画像の行為は違法行為、同行法違反の可能性があるし、あなたがよく擁護している入管に収監されてる人たち、あれ、不法滞在や違法行為した人たちやで、違法性なければあなたが批判する施設に入ることもない。自分勝手な権利の押し付けはやめろ。気持ち悪いセンス。こんな感覚の持ち主が誹謗中傷、差別と戦うだよ。お前の方がよほど差別主義者だろ。このヘイト野郎。あまりにも品がなさすぎる。支持者が減ると残りわずかなコアな支持者のために握手を続けるしかないといういい見本ですね。立民も同じ、もう一般受けには戻れないところまで行ってしまった。愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？大椿裕子副投手、さすがにこれで政治家を志しているとかありえないですよね。これを挙げている副投手を見たら、ほとんどの国民が絶対に遠慮社民党なのではないでしょうか。何をどう考えても社民党の存在意義が見出せません。主張ばかり強すぎて完全にお仲間同士のサークルと化していますよね。都合が悪い質問は完全無視。党首があれだから副党首もあれですね。命を守る政治を選択したいはとてもいいのですが、その前に日本人拉致をどう考えているのでしょう。本当に口ばかりの社民党の支持率は限りなくゼロに近く、国民にその存在を全く求められていない。そのことを早く自覚した方がいいのではないか、そう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴ありがとうございます。これを機にこちらへの登録よろしくお願いします。